様です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。寒い。なんか急激に寒くなってきましたね。冬ってさ、重ね着して着膨れしてしまったり、マフラーを巻いて首元が隠れてしまったり、なんかね、美しく見せるヘアスタイルがすごく難しい季節だと思いません？ということで、今夜はですね、着込んでも可愛い、冬でもとびきり可愛い簡単ヘアアレンジを6選紹介していこうと思います。どれか一つだけ習得するだけでも寒い冬がとびきり楽しい季節になるので、ぜひぜひ参考にしてみてください。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくりしかのまでお過ごしください。それでは早速やっていこうと思うんですけど、今回ヘアゴムとピン以外にも簡単なんですけどワンランク上のアレンジが楽しめるように、ちょっと100円ショップでね、こういったクリップなども買ってきたので、ちょっと使えそうなものがあったらね、使ってみたいと思います。ダイソーだとね、真似しやすいかなと思って買ってみた。ぜひぜひ参考にしてみてください。それではまず1つ目のルックがこちらです。こちらのヘアアレンジは4つのステップで完成するんですけれども、まず一旦下ろして髪の毛を解いておきます。なるべく分け目は8-2か7-3になるように片方に分けておきましょう。まずステップ1が分け目の広い方の毛束を取りまして、三つ編みを作ります。頭頂上の毛束だけでお願いします。こんな感じで三つ編みを作っていきまして、これぐらいね、小さくて OK です。三つ編み毛先で結んだら引き出してふわっと感を出していきます。コツとしてはゴム部分を片手で掴んで、他の毛がついてこないように一部分だけ引き出していきましょう。そして三つ編みを作ったらステップ2です。耳から上の髪の毛すべて取りまして、ねじっていきます。注意点なんですが、耳の下の髪の毛と真後ろ後頭部の髪の毛は取らないように、必ずサイドだけ取ってねじっていきます。そしてねじり終わりましたら、後ろ部分で髪の毛を結んでいきましょう。で、ねじる時にですね、三つ編みは一緒にねじらないように、そして結ばないように気をつけてください。結ぶとこんな感じです。ねじるのがね、苦手だなって方とかは、一旦普通に結んだ後にこんな感じで外から内にくるりんぱすることによって同じようにねじれが作れるので、ぜひやってみてください。一旦ね、ハーフアップ風の見た目になるんですが、ここでステップ3、三つ編みをしている側に全ての髪の毛を集めまして、ゴムでまとめていきます。緩めに結ぶのではなく、しっかりめにきちっと結んであげると崩れにくくなります。するとこんな感じになります。で、ここからですね、三つ編みを作っていくんですが、もうこれはまあ適当で大丈夫です。もしね、三つ編みができないですよって方は、ねじるだけでもいいですし、ひたすらくるりんぱするだけでもいいし、もう最悪何もしない状態でも結局団子にするので、何もしないでもあり、でもやっぱり三つ編みが一番崩れにくくておすすめです。そして三つ編みを作りましたら、毛先で結んでステップ4、お団子を作っていきます。作り方はですね、片方でちょっと根元部分を押さえながら、毛先を下から上にという感じで巻きつけていきましょう。で、ちょっとね、これ難しいかもしれないんですけど、毛先部分をね、少し跳ねさせたら可愛いかなと思って、毛先がね、上向くように調整して巻きつけていきます。そしてゴムを使って根元部分を留めていくんですが、これだとね、すごく緩くなるので、ここからピンでひたすらぶっ刺していきましょう。団子留めるピンはね、意外と見えないので、もうちょっと浮いてるなって部分は全部留めて固定していきます。留めるとこんな感じでね、団子が浮かなくなるんです。そして仕上げはふわっと引き出せるとこは全部引き出しちゃって、左右を整えたら完成です。いかがでしょうか。やっぱり団子イコールガーリーなイメージがあったんですが、毛先を跳ねさせることによってちょっとカジュアル要素もプラスされて、大人でも取り入れやすい団子ヘアかなと思います。アクセなしでもね、もちろん可愛いんですけど、こういったリボンを追加することによってよりワンランク上のアレンジが楽しめるので、ぜひ手持ちのアクセサリーありましたら、リボンじゃなくて普通のピンとかでも可愛いし、このリボンもですね、普通の1本のリボンをリボン結びしてピンをつけてるだけなので、家にね、なんかリボンとかがあれば、こんな感じでピンさえあれば簡単にアクセ風につけることができます。結婚式のアレンジにもすごくもってこいだと思うので、ぜひぜひやってみてください。マフラーもね、ギリギリ引っかからない高さだと思うので、今年の冬一番お気に入りのアレンジです。さあ、続い
てなんですが、ヘアゴムを使った3ステップのアレンジです。まずステップ1は頭の一番上部分の髪の毛をざっと取りまして、だいたいこれぐらいですね。左右高さ揃っていれば量はどれぐらいでも大丈夫です。で、だいたい耳の真横ぐらいでゴムで結ぶ。ちょうど耳横、耳の後ろに来ることを意識します。そしてステップ2なんですが、こんな感じで下ろしてる髪の毛を前部分と後ろ部分で2つに分けます。そしてさっき結んだ髪の毛をこんな感じで間に挟んで、結んだ髪は巻き込まないようにこの前と後ろ部分の髪の毛をだいたい顎のラインぐらいの高さで結んでいきます。こんな感じで真ん中からさっきの頭の頂上の結んだ毛束が出ている感じ。そして真ん中の空間に指を入れまして、内側から外に、内側から外にねじります。まあ、だいたい3ねじりぐらいあれば十分かなと思います。そしてねじ込んでない毛束を外側から指で取りまして、ゴムでキュッと絞りまして、またその上からゴムで固定していきます。そして頭の頂上の毛束結んでるゴムの上部分をふわっと引き出して、ねじってるところも引き出して完成です。簡単やない？二つ結びやけど甘々になりすぎないので大人も取り入れやすいはず。はい、おさらいとしてもう片方もやっていきましょう。頂上の髪の毛の毛束はこんな感じで取りまして、センター分けでもね可愛いんですけど、今回私は8273ぐらいの分け目で作っています。そしてこの毛束を耳の真横ぐらいで一旦ゴムで縛ります。量はだいたいこれぐらい。そして下ろしている髪の毛を前と後ろ2つに分けます。分けましたらさっき結んだ束をサンドする感じで間に入れて、次は顎のラインぐらいで髪の毛を縛ります。結び終わったら間に指を入れまして、内側から外側に、前から後ろに向かって1、2、3と3ねじりしていきます。まあ、全体のバランスを見て2ねじりでもいいし4ねじりでもいいです。そしてねじり終わったら結んでない毛束を内側から外側に引き出しておきます。で、最後の穴ぼこが少し緩くなっているので、ゴムでキュッと縛ってきつくしておきましょう。そして最後髪の毛を結ぶ前にねじってる部分などの髪の毛を引き出して、ふわっと感を出して束も巻き込んで、最終的に全て結んで完成です。はい、両方結ぶとこんな感じです。いかがでしょうか？前から見ても可愛いし、横から見ても可愛いし、斜めから見ても可愛いし、ちょっと後ろから見るとねゴムが見えてしまったので、もうちょっとねふわっと出しても可愛いかなと思いました。こんな感じで華奢なリボンとかをつけるとね、バレエコア要素も増して可愛いし、ガーリー好きな方ももちろんですし、柔らかい雰囲気が出るのでね、ニット素材との相性も抜群です。こちらは3ステップで完成するヘアアレンジなんですが、いやもうほぼほぼ2ステップです。センター分けがね一番バランスよくて可愛いので、ブラシを使ってしっかりとセンター分け癖づけていきます。まずはステップ1、これね省いてもいいステップなんですが、ポテだったりストレートアイロンを使って頭の頂き部分に高さを出します。こんな感じ、ボリュームがねあればあるほど頭がねペタンコなので、顔とね頭の比率がバランス取れて顔が小さく見えるんですよ。まあ、ここもこんな感じで適当で大丈夫です。 32mm コテ使ってますが、正直ストレートアイロンの方がやりやすいですし、最近は高さをね出せるようなカーラーもあるので、苦手な方はねカーラーがおすすめです。続いてステップ2なんですが、頭の頂点部分の髪の毛を取っていきます。量はだいたいこれぐらいですかね。耳にかけたら分かりやすいんですけど、耳から上の顔周りの髪の毛、耳から上部分の髪の毛を2分割した時に上部分の髪をまず最初に結んでいきます。また後からねこの下部分も使って結ぶので、あと量が同じぐらいになるように髪の毛を取って結んでいきます。この時点でね軽くふわっと引き出してて OK です。上だけ結ぶとこんな感じ。これだけでも可愛いですよね。続いて最後のステップ、先ほど2分割した下の毛束を取っていきます。だいたい量はこれぐらい。降りてる髪が多い方がボリューム出て可愛いので、そんなに多く取らなくて大丈夫です。で、今こんな感じで上に結んでる髪の毛あるじゃないですか。この下の髪の毛をこのゴムの上に引っ掛けてクロスさせる感じですね。もう一回見ていきましょう。こうやって2つ髪の毛がありまして、下の髪の毛をゴムの部分から上にかぶせの、ここからねぐるぐる工程に入ります。こ
んな感じで1、まあ、2回ぐらいで大丈夫かな。下の髪の毛を巻きつけたらゴムで固定して完成でございます。ちょっとね取れるのが不安だなって方とかは3ねじりするとしっかりと巻きつけられるので、まあ2回か3回かで調整してみてください。するとこんな感じでちょっとねクラシックなハーフツインが完成します。さあもう片方も同じようにやっていきましょう。まずは頭の頂点部分の髪の毛を取りまして結んでいきます。結び終わりましたら下側の毛束を取りまして、頂上を結んだゴムの上からクロスさせる。そしてここで2ねじりやっていきます。 2.5 ねじりぐらいしましたね。そして根元部分でねじりが取れないようにしっかりとゴムで結んでいきます。ちょっと腕が疲れたみたいです。結び終わると完成。おでこ全開ですし産毛が言うこと聞かないので、こういったヘアスティックを使って産毛の流れを整えながら左右対称にしていくとデコ出しでも漏れるのでやってみてください。これ ZOZO で購入したんですけど、こういったリボンアクセをつけるとよりバレエコアみが増して可愛いと思います。いかがでしょうか。可愛くないですか。私の大好きな風と共に去りぬの主人公スカーレット・オハラのヘアにすごく似ておりまして、スカーレットツインとでも呼びましょうか。どこかレトロでクラシックでお嬢様のような雰囲気もあり、上品で甘さがあるヘアだからこそクールで辛めの洋服と合わせるとギャップが生まれてとっても可愛いです。ちなみに後ろから見るとこんな感じです。ちょっと生え際が見えちゃってるので、ちゃんと左右対称に結ぶことをお勧めします。こちらのヘアアレンジはステップは2つだけなんですが、中でも結構難しいかなとも思うアレンジなので、何回か練習してチャレンジしてみてください。分け目は自分の好みで作っていただいて、こんな感じで触覚だけ出しておきます。そして下ろしてる髪はこんな感じで2つに分けておきます。割と大きめのヘアゴムを用意しまして、頭の頂上部分で毛束を2つ取ります。上と下で毛束を取りましたらねじっていきます。ここはねしっかりめにねじって大丈夫です。でねじる最終地点は耳たぶぐらいかな。毛先までねじらず OK です。で耳たぶに到達したら、余裕がある方はこの時点でちょっと上部分ふわっと引き出しておきましょう。ここからがねちょっと難しい最後のステップなんですが、一旦髪の毛を縛りましょう。普通に2つ結びする感じで結ぶんですが、ゴムでね完全に縛りきらず、これぐらい余裕を持たせて髪を通さずゴムを1回転させます。いきますよ、見ててください。外側からね指をちょっと出しまして、内側から髪の毛を外に出します。で外に出す時に毛先はね外に出していいんですけど、ちょっとね根元部分はねこんな感じでゴムにちょっと巻きつくようにふわっと出しておきます。今ね毛先がゴムの外側に出てると思うんですけど、またこれをねちょっとねじりながら髪の毛を外から掴みましてゴムの中に入れる。するとこんな感じでねゴムに髪の毛がぐるぐる巻きつくような仕組みになるんですね。でこうやってね毛先をねじってから入れることによって綺麗に結ぶことができるので、毛先をねじってまたさっきと同じように髪の毛をゴムの中に入れ込む。でちょっとねこの辺でゴムがきつくなってくるので、指でしっかりとゴムを開いて毛先をねじってゴムの中に髪の毛を吸い込ませる。これをね限界までやりまして、毛先がね少し跳ねるかなぐらいのこれぐらいまで来ましたら終わり。お疲れ様です。これだけだとね団子がちょっとブラブラーっとね不安定な形になるので、下の団子を上にくるっと持ってきまして、こういったねアメピンとかでスポッと固定するだけで簡単にくっつきます。1個だけでもこんな感じでフィットして、普通に団子作るよりも安定感があるのでめちゃくちゃおすすめです。ちょっとねこれは難しいのでいろんな角度で見ていきましょう。まずは頭頂上部分で2つ束を作ってねじっていきます。しっかりめにねじって耳たぶまで持ってきたら、一旦太いゴムを使って髪の毛を縛っていきましょう。さあ団子を作っていきましょう。ちょっと顔面にピントあってね見えづらいかもしれないんですけど、まずは毛先をねじりまして、ゴムのね内側から外側に毛先を出します。でこの時点で根元部分をふわっと外に出して、外に出た毛先をねじってまた内側から外に吸い込ませます。するとゴムの外側に毛先が出ている状態になるので、これをひたすら繰り返す。ねじって外から掴んで毛先を出す。徐々にね毛先が短くなってくるので、ゴムの限界きついところまで髪の毛をねじって内側から外に出す
つ繰り返していきましょう。意外とね、私これ2回目ぐらいで成功したので超難しいっていうわけではないと思うんですよね。すると一旦こんな感じでブラーンと不安定な状態になるので、下部分から上に持ち上げてピンで留めていきます。これ後ろから見てもね、結構立体感が出てすごく可愛いんですよ。そして触覚を巻いていきます。ちょっとせっかくなのでね、最近流行っているロゼ様のアーパートゥヘアをやっていきたいので、グリグリにストレートアイロンで巻いていきます。今回くるくるにするんですけど、ふわっとね柔らかく巻いても可愛いと思うし、自分好みにね触覚をアレンジしてみてください。ちょっと私もね想像以上に巻きすぎちゃってピンでごまかしてみました。これでアーパートゥアレンジの完成です。いかがでしょうか。なんか三つ編みでねぐるぐる巻きに団子よくしてたんですけど、あれだとね取れやすかったので、このね技を習得してからというもの、アレンジがねすごく楽しくなったので、ぜひチャレンジしてみてください。ちょっとさっきの映像見えづらかったかもしれないので、もう一度ちょっとおさらいとして結び直してみました。2つ結びする感じで、普通に結んだらゴムに余裕を持たせまして1回転させます。そしてまず髪の毛を内側から外側に出しまして、毛先が外に出てる状態でネジネジしまして、外側から指を使って毛先を出す。こんな感じです。外に髪の毛が出ている状態、毛先が出ている状態で、ねじってもねじらなくてもいけるんですけど、ねじった方が綺麗に見えますね。ゴムの外側から毛先を掴んで外に出す。これをひたすら繰り返してください。一つ結びのね、お団子としても使えるので、この技はね、ぜひぜひ習得するしか。こちらは2ステップで完成するクリップを使ったヘアアレンジなんですが、まずは簡単にハーフアップを作ってゴムで結んでいきましょう。結構ね、これ高さはね、高めの方が可愛くなるかなと思います。で、これハーフアップ普通に結び切るのではなく、最後に団子をね、こんな感じで作りましょう。横から見るとこんな感じです。もう本当に普通のお団子。団子のサイズはね、気持ち小さめの方が可愛いかもしれない。そしてこのお団子をですね、真ん中部分で裂きまして、こんな感じで2つのお団子を作ります。そして半回転させて横向きから縦向きに変えて、ここの真ん中部分に小さなクリップをピタッと留めるだけで、ワンランク上のハーフアップアレンジが完成します。どうでしょうか、可愛くないですか。ちょっと空洞がね見えちゃっているんですけど、もう少しね団子小さめでもいいかもしれない。正面から見るとね普通のハーフアップに見えるんですけど、後ろから見るとねちょっと毛先がふわっとしていたり、団子があることによってちょっとね頭にボリュームが出て顔が小さく見えると思います。さあ最後のアレンジは4ステップで完成するお団子ヘアなんですが、ステップ数はね多いんですけど、すごく簡単なので崩れにくいお団子ヘアなので、ぜひやってみてください。これはね前髪の分け目、センター分けの方がすごく可愛く仕上がるかなと思います。まずは4つの指を用意します。でこれをですね生え際に当てまして、4本分のところで髪の毛を分けて、触覚みたいな感じで一旦一緒に結び込まないように避難させておきます。4本分のところで髪の毛を分けて、耳より前にして後ろの髪の毛はかけておく。大体量はこれぐらいですね。耳より手前の髪の毛って感じですかね。生え際見せてくれてますね、ありがとうございます。そして耳から後ろ、触覚以外の髪の毛をすべてポニーテール、メインの団子になる部分ですね、頭の頂上部分で結んでいきます。まだねここではお団子にせず一旦結ぶだけ。この結ぶ位置でね団子の場所が決まるので、団子がね後ろ側が好きな方は後ろ側に結んで、頂上が好きな方は頂上ぐらいで結んで、今回私はねお団子が前からしっかりと見えたかったので高めの位置で結びました。で結んだ髪の毛をこんな感じで2つに分けましてねじっていきましょう。結構しっかりとねねじりまして、毛先の方までねじり終わりましたら、ちょっとややこしいんですけど、このねじった2つの毛束をクロスさせてぐるぐると巻きつけていきます。で、ひたすら毛先の方までねじっていくんですが、このねじりもね、結構しっかりときつめに縛っていきまして、毛先まで到達したら小さなゴムを使って結んでください。で、結び終わったらこんな感じでゴムの周りにこのねじった髪の毛を巻きつけていくように団子を作っていきます。そして崩れないように細いゴムで結んでおきます。そして3つ目のステップなんですが、顔周りの髪の毛を上と下で分けまして、下部分の髪の毛をこんな感じで頭に沿わ
わせるように団子の方に向かって上げまして、毛先を団子の下部分にこうやってくるくると巻きつけてピンで留めていきます。こうするとね、結構生え際の薄くなってる部分もカバーされるので、普通にお団子してて生え際気になる方もおすすめのお団子法です。そしてこの残ってる上部分の髪の毛をちょっとくるくるとねじりまして、また先ほどと同じように毛先を団子に巻きつけてピンで留めていきます。そしてふわっと引き出します。さあ反対側も同じように下部分の髪の毛をお団子の根元部分にくるくると巻きつけてピンで留めていきます。そして残りの一番上の毛束はこんな感じでねじりまして、先ほどと同じように団子の根元部分に滑り込ませてピンで留めて完成です。こちらもおでこ全開なので、ヘアスティックを使ってアホ毛などを抑えて、産毛もねちょっとメイクしちゃったりして仕上げていきます。さあ冬の強風でも取れにくいお団子アレンジやってみたんですが、いかがでしょうか。結構私がね毛が細いので地肌が見えやすいんですけど、この団子はね地肌が見えにくく、さらに顔周りもねボリューム感が出て絶壁もカバーすることができるので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。マフラーしても何も影響ございません。というわけでヘアアレンジルックブック冬編やってきたんですけれども、いかがでしたか。特に冬厚着しなくてもパーカーとかフードがあると首元がすごいゴワゴワしてアレンジってすごく難しいんですよ。下ろしても邪魔だしみたいな、まあそういった時にでもね可愛くいられるようなアレンジっていうのを今回3つ紹介したので、ぜひぜひ、なかなかねまあ簡単なアレンジでも一発でうまくいくってことは私でもないので、うまくいかなくても2回3回と練習してチャレンジしてみてください。それでは今日はこれにしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。